まだ世に出ていないオリジナルを聴かせていただいちゃうなんて。はいはい。松井ひろしさんをゲストに迎え、未発表のデモ曲のトラックを松井さんと一緒に覗きます。ちょっとなんかリズムとかで聴けますかね。じゃあリズムとか。はいはい。ことは、でも普通の人あんま見せないのか、こういうのって、うん、普通は見せない緻密な作業の音を特別大公開。最新の OS、 最新の DAW はあえて使わない。その深い理由とは。最新のパソコンで最新のソフトでやると最新の音楽ができるんですよ、うん、そう、まあそうですよね、うん、松井さんならではの音楽の作り方や考え方、松井イズムに迫ります。死んでからきちんと評価されるっていう意味では、ちゃんとその時作っとけばいいかなっていう。こんにちは、わしです。ケンドリックチャンネルをご覧の皆さん、今日のゲストはですね、僕の友人でもあります作編曲家音楽プロデューサーの松井ひろしさんです。松井でーす。いや、松井さん、おはようございます。すいません、巻き込まれ申し訳ありませんが、今日のゲストはロイヤルミラーボールの名でも知られる松井ひろしさんです。ミーシャさんやモーニング娘、東京女子流など数々のヒットソングを手掛けてきた松井さん、確かな音楽理論と天性のグルーヴ感で生み出される中毒性のある音楽は、しばしば松井サウンド、松井ワークスなどと形容され、ファンから絶大な信頼を得てきました。そんな松井さんが今日はですね、何でもまだ世に出ていないオリジナルを聴かせていただいちゃうなんて。はいはい。あの、書いたんですけど、戻ってきた曲ですね、うん、よろしくお願いします。皆様こうご期待ですよ。今日はそんなデモ曲とともに、僕の大好きな松井イズムをですね、皆さんにご紹介できたらと思います。お楽しみに。覗いてみた。じゃあ松井さん、早速その曲、はい、聞かせてもらっていいですか。出来上がった方ですね。仮歌が入ってます。はい、じゃあいきますね。ね、松井印ですね。まあそうですね。フィラデルフィアインターナショナルレコーズ3つちゃんと J-POP とあのファンクの決めのいいところをみんな合体して、どなたかに書いたかは僕は聞いていますが、その方のいかにもね、はい、歌いそうなっていうか似合うメロディーをやっぱり散りばめてっていう、さすがっす。ありがとうございます。職人。ありがとうございます。松井さんってメロは作りながら、最初にね、コード作っちゃいます。あの全体の印象を全部決めてから、仮歌女の人に歌ってもらう前提でキーも決めて、あ、もうそっか、そう、それでいろんなジャンルをやる
感じですね。だからそういうハウスだったりとか、例えば、何ニュージャックスイングとか、そういうジャンルでこう音楽探っていく感じありますね。そうか、あのアレンジャーの仕事って選択の連続じゃないですか。 A の音にします B の、はい、A のフレーズにします B のフレーズにしますっていうやつの連続だから、どの時代のどんな音楽、どんなテンポ、どんなキーみたいな、誰が歌うのっていうのを想定していかないと、あっちに持っていきたいけど、うん、じゃあ決めどうしようとかっていう取捨選択の中のなんかゴールを探す、ね、そう、あのこう阿弥陀でずっと言ってる感じですよね。だからすごい同じ匂いがするのはやっぱりアレンジャーバタの作家っていう、うんうん、そうですよね。そんなことでちょっと改めてトラックのちょっと、はい、これはだから昔のアレンジ方式を取ってるって言い方もできるんですけど、まずベーシックです、はい、フォーリズムとか、うん、でパーカッション入ったようなものを作って、その上に今だったらこれだったら弦ブラスのやつを別で、別のファイルで作っていく、まあ、そうなんだ、パスカシってだってほら、はいはい、撮ってから弦ブラス生で書いて、ね、シャフィア出して、はい、642に撮ってっていう、まあ、そう、まずはリズムをね、そうそうそう、ね、リズムの方です。これこうか。松井さんは収録時3台のパソコンを自宅から持ってきてくれました。1台目にリーズン3で作ったベーシックと弦ブラスのファイルが、それらをオーディオデータに書き出し、キューベースでデモ用の2ミックスにしていきます。ちなみにリーズンが入ったパソコンの中には Mac の OS10 バージョン 10.6 が入っています。ベーシックのマルチトラックを除くその前に、松井さんがあえてパソコンの中身を最新の OS、最新の DAW にしない理由を教えてくれました。いやだから絵描きの人が油絵で描く絵とクレヨンで描く絵って違うでしょ、うんうんうん、そういう発想で、だからみんな使ってるもの一緒だから変えるのどうですかっていうだけの話なのね。最新のパソコンで最新のソフトでやると最新の音楽ができるんですよ、うん、そう、まあそうですよね、うん、だけど昔のやつってそうじゃない部分っていっぱい残ってて、音色とかで、うんうん、この 10.6 は、はい、だからシングラビアとか、うんうん、S3000 の、 そのサウンドライブが全部コンバートして入ってるの、うん、僕もやりました当時そうそう、はい、だから当時 の、 その12ビットだったり16ビットだったりとかって音が結構いっぱい入ってる、うんうんうん、シングラビアの、うん、こうやつって多分確かに1枚100万したような気して、はい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 、あの DVD ロムとかね、うん、音色ですけど、ね、大丈夫です、うん、今この辺にシンクラビア今出てますからきっと さ、言ういい目分かるわこの音何種類かあるピアノとか、うん、あとベース、うん、パインパパパパインとかの、うん、あのビット数の感じ、最新、ね、じゃない感じが、これがまたあの頃のというか、いい時代のディスコ感が出てるんですね、うん、ちょっとなんかリズムとかで聞けますかね、はい、じゃあリズムとかで、ね、はいはい、これでも普通の人ってあんま見せないのこういうのって、うんうん、おマジで貴重な作業の音を特別に覗かせていただきます。もうね、やっぱりウィンドチャイムが効いてますね。はい。ね。ウィンドチャイムとこれタンバリンの人だろ。うん。なんかキラキラさせてあげた方が音楽っていいじゃないですか。高揚するものね。そうそうそう。
ありがとうございます。松井さん、今度ピアノ類を足していきます。あ、だけの方がいいですか。うん、なん、いい、全然大丈夫です。何種類あるのピアノって。ピアノはこれピアノ1個だけですね、これは。あ、1個で、うん、エレピがローズとかそういうのが。あ、そういうことだ。であと、この頃はほらビブラフォンとチェレスタが。なるほどね、うん、それでこう揺らぎが混ざったり鳴ったり でチェルスタで上のピアノっぽいようなだけど上のメロが来てるんだ。基本的にこの頃のアレンジってチェルスタってその弦と同じ動きをさせたりとか弦のアタックをこうダン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 みたいなことですよね。そしてさらにベースだけ聞かせてもらっていいですか。これ弾いてるのがべっちゃん、うん、だうん、うん、ほらベースってほら、うん、わざわざ引っかかるけど、うん、音よりもこういうのがそうそうそうゴーストとかねそうそう重要じゃない、切り方がねそうそうデューンみたいな。松井さんベース弾きますもんね。いやもう全然もうだから弾けるけど、うん、全然もうダメですよ。そこで私たちよく知ってると思う、はい、そのベースが音楽のジャンルを決定してる時代性が、ね、この後になるとベースってダカンダカンダカンドコダカドダカっていうような弾き方ダカン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 ってなるじゃないですか、はい、でこの前ってやっぱちゃんと指でサルソウルとか、うん、ね、そうね、サルソウルフィリソウルの匂いがやっぱり出てるのがこのベースラインっていうのがすごく大きい。これはベーシックで、うん、はいはい、要するに、まあ、80年代90年代ってレコーディング時ってその、うん、なんだろう、最初ベーシック撮って、うん、別の日に弦プラスダビング、うん、ダビングね、うん、はい、でそれはそれで別のファイルを作ってもう一回クイッとしますね一人バーチャルダビングデーになるわけだ。そうそうそう、おー、もうすでになんかファンが回り始まってるってさっきのやつにだからこれを、うん、あ、来ました、ストリングス。これなるかな、鳥松井ブラ、ダビングデイのセクションですね。使ってますね、松井さん、トラック、うん、これが、え、これはだからストリングスも、うん、あの一声ずつっていうか一本ずつ書いていく。いやだから、うん、普通だと6-4-2とかでよくと、はいはい、デビジって言って、うん、そのパート内で音をこう例えば3音したら 2人ずつとかっていうのを、そうですね、コードの音をこれをこの中で自分でやってるっていう話ですそうだ、うん、
全部打ち込み、うんうん、なんかちょっとなんかものすごいトラック数ありませんか。ありますよ。ほらよくわかんない。よくわかんない。これどれくらい時間かかるんですか、これ。2時間ぐらい。頭になっちゃってるからね。ゲンブラスは松井さんのようにここまで打ち込むことは珍しく、通常は車夫屋さんに譜面を起こしてもらった上でレコーディングするのだそうです。緻密な打ち込みがされているブラスセクションも解説していただきます。さすがにこれはね1回で済まないんで、いろんな音が、うん、そう伸ばしてる音と落ちるホール、はいはいはい、クレッシェンド、要するにパーだけっていうのを打ち込むわけでね。そうそうそう、あとなんだ、ソルザンドってパーってやつとかを組み合わせて作ってますね。これでもフルートも2本入るんですよ。フルートはね、後でサックスの人が、ね、残って吹いてもらうぐらいですけど、大体山本さん。これででも生にするときは何人ぐらいでいける感じですね。これだから5本じゃないですか、これだと、うん、バリッサックス で、まあ、でトランペット2本で、はい、テナー、そっかそっか、うん、ね。このフルートがやっぱりそのソウル感出ますね、うん、うん、で時にはフルートをダブルって言って2回吹いてもらったりね。バラードなんかだとね、よくフルートダブルでね、2本で始めたりね。あとだから下にクラリネット持ってきたりとか、うんうんうん、三線にするときはしてます。ありがとうございます、はいはい、でこれを、全部書き出してですね、はい、今度はこう書き出したオーディオキューベースに貼ったってことですかね。そうです。あとだから、うん、そのいらないもん EQ とか含めて、うん、そのディエスタで僕は音を作っていくんですけど、あとはなんか面白くないところを切ったりとか、うんうん、これはだから、仮歌が入ってる、うんうん、さっきの、リーズンで書き出したものをちょっとこちらでミキシングしながら仮歌も入れて、歌だけで、ララ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 ね、これ曲デモとしてこんだけ作り込んじゃうっていう、こう松井イズムですか、うん、止まんなくなっちゃう。いやだからなんだろう、うん、本当はこういう曲もうちょっと増えてほしいなって世の中に、そういう思いもあってついつい作り込んじゃうね。うん、で松井でも普段からやっぱりでもこれぐらい作り込む、うん、最終的にはやりますね、これまで、うん、にしてあの仕事量。あなた趣味がないんで、ずっとパソコンいじってるんですよ。だから快楽の順位で音楽作るのが多分、うん、自分の中で多分一番なんだろう、うん、っていうことですよね。それがだからやれてる、うんうん、まあ原因というかそれしかないんだけど。覗いてみた。高校生の時に出場した音楽コンテストをきっかけに18歳という若さでプロの世界に飛び込んだ松井さん。そんな松井さんの音楽への向き合い方を同じく10代でデビューした松井さんが聞いていきます。松井さんといえばもう必ずね一緒に名前が出てくる詐欺師郎さん、共同でやるとき松井さんがリズム打ち込んだりドラム打ち込んだりストリプラスストリングスアレンジをしたりみたいな、ね、そこはね手つけら手伝ったことないですもん。詐欺さんのブラスってちょっとね特殊なので、うん、鳴り方とかあの書き方がちょっと特殊で、あれはなんか書いては多分向こうも言わないだろうし、自分も対応できないと思う、あれは。なるほどね、うん、これだ全然いらない音がないので、ね、珍しいアレンジャーとしては、もともとオールスタッフっていうコマーシャルの
音楽制作をやってるところだから、うんうん、その当時のいろんな作曲家のこうスコアとか全部見たんだけど、うんうん、あんなにいらない音ない人珍しいかも、ついつい入れちゃいますもんね。そうだから、あの下で聞こえないところもいるんだけど、なら要するにマスキングされるような書き方したりとか。譜面って変な話、ものすごい勉強になりましたよね。とてつもないこうバンドスコアとかいろいろありましたよね、うん、カシオペアの中すごいバンド譜とか本人たちが監修してる、うん、なんだろう、それこそスマイルアゲンとか、うん、最初の頃の、うんうん、やつのバンドスコアとかは、まあ、こんなこと弾いてたなとかと思いながら見てましたよ。譜面は音楽だ、音楽は譜面だっていう人いるけど、うん、僕はあんまそう考えてなかったんだけど、あれはやっぱそうかなっていう、うんうん、最近のって言ってもあれだけど、今のこう J-POP、うん、いいとこ悪いとこあると思うんだけれど、うん、そういうものに対してじゃあ自分はどうしていこうみたいな気持ちってなんかありますか ね、そういう意味だと Spotify とかそのサブスクが出てきて、うん、かつ世界中で音楽を聴いてくれるようになったから、はいはい、古今東西が基本なくなったと思ってるんですよ。1970年のものと2023年のものを一緒に聴けてるっていう面白さありますよね。しかも同じ音量で、うん、同じレベルで聴けるっていうかさ、うん、ちょっとでもほら世界的なその音楽の流れと日本で流行ってるもんって、うん、もう完全になんか浦島太郎になってるから、うんうんうん、これだから逆にいい方向に展開してほしいなっていう、その文化芸術に独特な進化を届ける方法が、うん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 、だから今売れてるもの日本で売れてるものがどうのこうのって話じゃなくて、ちゃんと作っていけばいいんじゃないかなって。好きなものをやるのが一番多分正しい、うん、好きじゃないものをわざわざやるよりは好きなものでちゃんと魂込められるものをやっていく方法の方が正しいかなとは思ってますね。だから中途半端なことをやらないで本気で、そうそうそう、ニッチなことでも何でも本気で作った方が時間も国も超えて伝えることができるってことですかね、うん、そうすると死んでからきちんと評価されるっていう意味ではちゃんとその時作っとけばいいかなっていう。番組で紹介したデモ曲をケンドリックスに登録してもらいました。ケンドリックスは2022年10月に誕生したばかりの音楽クリエイターのための DX プラットフォームです。ケンドリックスに楽曲を登録すると改ざん不可能なブロックチェーンに楽曲情報を記録することができます。そして私のこの曲を何月何日にブロックチェーンに記録しましたと第三者に示せる存在証明ページが発行できます。誰でも無料でご利用いただけます。まず世に出る前に自分の曲をどん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 、まあ、自分の権利としてこうやって担保しておくケンドリックスっていうのを知って、あの利用価値を、ね、あるなと思う人はどん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 ケンドリックスの方に登録してもらっていただけたらと思ってます。そのデモ曲が、うん、今後どうなるのかっていうのが皆さん気になるかなと思ってたのかな。いや全然わかんない。わかんないね、うんうん、デモ曲どう。でもいいお話があったら募集しますかな、うん、あのいい話いいお話が聞いてどうしてもこの曲を歌いたかったら、うんうん、人を歌ってくれる方募集してます、はい、いろんなメーカーのディレクターの方ぜひ松井さんまで。最後にお知らせです。松井さんの幻の作品を収録したアルバムがリリースされます。こちらが出るということで、もう最後にしたい感じですよ、ね、このジャケはどうなったの。もうなんかね、寺田総一とよっことしちょっと、ね、うん、なんか罰ゲームみたいな昔の写真でとかっていうのが流れできちゃって、なるほどね、恥ずかしい以外ない、ね、まあ、ヨーロッパツアー行っちゃいますか。行かないですよ。それではね、寺田君に任せてるんで、ね、今頑張ってますからね、はい、そんな松井さんでした。